まもなく第4コーナーから直線コース。早めに難関の2人が前に上がって、周回は残り2周の赤番です。もう一度今度は近畿のライン、平野が抑え返して第1コーナー、レースは打掌の周回に入ってきています。6番平野、1番の山下に4番の清水、近畿の3者、2番渡辺、5番の黒瀬と難関勢が上がってきています。3コーナーを通過して600を通過。まずは難関2名の打掌からの先行になっています。平野が3番手、3番樋口が6番手の体勢で、まもなくホーム直線コースから最終周回へ。主導権は2番車渡辺薫、渡辺の先行です。3番手を取っています。6番の平野豊、6番手の体勢は3番の樋口で、まもなく2コーナーからバックストレッチ。2コーナー6番手から3番車樋口、懸命にまくって現在4番手。3コーナーから2センターへ逃げる渡辺、先行を粘っています。黒瀬浩一が2番手で6番の平野まくり上げて、番手から懸命に5番車黒瀬追い込んでくる。内寄りからは1番車
今泉が7番手から上がります。そして3番手からはまずは動いていく5番の戸伏、直線を過ぎまして残り2周を通過、第1コーナーを回ります。まず一旦戸伏が前を取っています。3番柴田に落合3番手、静岡コンビが 2,3 番手で2番中村がいて、中段の1は今泉、バックストレッチへ今泉が踏み上げてきています。今泉が打掌から積極策で打掌先行、5番の戸伏が引いて4番手3番手付近、あとは3番の柴田が中段ですが、5番の戸伏が落車転倒、2番の中村も落車、レースは斜め先行する今泉、マークは8番の西村に6番の山田正幸3番手、懸命に9番車相笠が短期の幕になっています。まくる相笠翔太、中段の5番手は開いて3番の柴田、7番4番の野村と中段は開いています。懸命に中段を追ってくるのが柴田、前は9番の相笠翔太、直線コース先頭9番の相笠、相笠1着ゴールイン、続いた体勢に1番の今泉、8番西村、